群馬県の関越自動車道藤岡ジャンクション付近で29日、大型バスが側壁に衝突する事故があり、7人が死亡しました。29日午前4時半過ぎ、群馬県藤岡市の関越自動車道上り線藤岡ジャンクション付近で、石川県金沢市から東京ディズニーランドに向かっていた夜間高速バスが防音壁に衝突し大破しました。警察によりますと、この事故で乗客乗員46人のうち乗客の女性6人、男性1人の合わせて7人が死亡しました。怪我人は運転手と乗客の38人で、このうち乗客2人が重体です。バスは直線道路の左側にある壁に突き刺さるような形で衝突し、壁が車体中央部分を貫通しました。現場にブレーキの跡はなく、運転手が警察に居眠りをしていたと説明しているということです。バスには交代の運転手が乗っておらず、警察は自動車運転過失致死傷の疑いで捜査し、運行計画に問題がなかったか調べています。